昇進インターチェンジは、新潟県新潟市西区昇進南二丁目にある国道百十六号新潟西バイパスのインターチェンジ。新潟西バイパスは1 9 8九年三月二十三日、昇進 IC 新潟西インターチェンジ間が開通して共用を開始した。これは新潟西バイパスの事業着手以降、最初に開通した区間であり、当インターチェンジは、 新潟西バイパス沿線で最初に設置されたインターチェンジである。翌1990年10月12日には、亀ヶインターチェンジ昇新 IC 間が開通し、柏崎市方面のオンランプオフランプが増設された。当インターチェンジ周辺の内南側には、新潟市と当時の黒崎町などが共同で開発した流通企業主体の企業団地、新潟流通センターが所在し、 新潟西バイパスは、そのアクセス道路として機能している。また北側は、住宅地となっており、インター近傍には、イオン、新潟西店などの商業施設が軒を連ねている。こうした、立地条件から、平日の朝と夕方には、インター周辺から市内各方面へと、市内各方面から、流通センター方面への通勤、帰宅ラッシュが服装し、また、土曜、休日には、 買い物客の集中による交通渋滞は慢性化しており、特に採業車線側では渋滞がバイパス本線にまで及ぶケースもしばしばある。当インターチェンジの開設以来、インターから流通センター方面へは、指導寺尾昇申請を難化して、流通協協交差点を経由するしかなく、各方面からの交通が多重に服装することから渋滞が発生しやすい。 道路構造となっていた。そこで、国土交通省新潟国道事務所と新潟市は2008年度から、インター周辺の道路構造の見直しに加え、流通センターの立地企業からの協力を得て、自社通勤や隣接する亀がインターチェンジの利用、路線バスなど公共交通の利用などによって、当 IC に集中する道路交通の分散化を図る、 流通センター昇進 Z 作戦を実施するなど、ハードソフトの両面から、渋滞緩和策を進めた。当インターチェンジについても2010年6月7日、採行車線のオフランプの拡幅と、採行車線のオンランプから分岐して、流通センター方面へ至る速道を新設する改良工事に着手し、2011年12月23日に、観光。この改良で、 新潟西インターチェンジから、再行車線を走行して、昇進 IC から流出する際、IC 加交差点を直進すれば、流通センター方面へ直通できる構造となった。また、合わせて、昇進インター通りの昇進 IC、流通橋橋交差点間の車線像も行われた。これによって、渋滞は緩和されたものの、接続する昇進インター通りは、 インター周辺を除く、ほぼ全線が片側一車線で、かつ交差点が、ごく短い間隔で近接する構造となっており、より長い区間にわたる、車線像など、さらなる抜本対策が必要となっている。IC 南西側流通センター、北西側は郊外型商業施設が立ち並ぶ。ありがとうございます。